テナイトオフィスプレゼンツラブクラウド。現実世界の皆さん、こんばんは。愛がたっぷり詰まったラブクラウドからやってきました、ラブエンジェルこと篠崎愛です。今週も毎日一生懸命頑張っているあなたにたっぷりの愛をシェアしていきます。皆さんこんばんは。現実世界の住人代表、チュートリアルの福田です。さあ5月20日金曜日、皆さん明日からお休みですかね。そうですかね。愛ちゃんは？私、まあ、あのラブクラウドが基本的に毎日休みなんですよ。え、そうなん？そうなんです。ずっと休みなの？はい。え、ラブクラウドはですね。ラブクラウドという星はずっと、はい、え、どうやってこう、星が成り立ってんの？誰も働いてないわけでしょ？そうです。まあだから、あの、物々交換みたいな。物々交換？いや違う。それにしたって誰かが何か作ってれば物々交換できひんやん。確かに。ちょっと待って、愛ちゃんはラブクラウドの何だ、女王様なん？何だ、一般の人だ。違う違う。私は、うん、まあ、普通の人です。え、ラブクラウドの一般人が来てんの、これ。なんでラジオやってんの。プリンセスとかそういうことじゃなくて。あ、プリンセスです。みんなプリンセス。みんなプリンセスな。はい、そうなん。みんなプリンセスです。ああ、そうなんや。はい。だからもう上下関係とかもない。あ、そうなんや。みんながフラット、平等で。そうです。そういう国なんや。はい。そうだ。でもまあ、こっちでいう週末に、うん、あの、この前バスケの、試合を見に行ったんですよ。へぇ、あの、千葉ジェッツ。はい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 。の試合を見に行かせてもらって。おぉ。すごい面白かった。バスケの試合ってさ、いや盛り上がってるのは知ってんやけど、はい、実際生で見たことないんやけど。すごい迫力ですよ。近いもんね。めっちゃ近いし、うん、本当に、なんだろう。あの、みんなでこう、メガホンとかで、こう、パン、あの、なんていうんですか、音を出して、で、間にこう、チアの方みたいなのがいっぱい出てきて、うん、女の子がこう踊ったりとか、すごいね、すごいですよ。演出とか、だから火がブワーって出たりとかするんですよ。バスケ？はい。あ、そうなの？すごいんですよ。なんか。すごいね、エンターテインメントやな、もう。そうです。へぇー、あ、見てた。だからずっと見てて面白い。うん、で、どんどん点が決まるんで、うん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 、なんか飽きない、ずっと。あ、まあ、確かになんか野球とかサッカーやと、本当に何にも、その得点も入らずあんま動きない瞬間あるもんね。そうそうそう。これ聞いてるね、リスナーの皆さんもぜひじゃあバスケットの試合生で見たらまた。ねえ、いや、全然違うと思います。本当に。ね、印象変わるかもしれませんからね。うん、で、実は、うん、その千葉ジェッツの大倉選手っていう方がいるんですけど、うん、来月のラブプレイヤーズに出演してくれることになってます。そうなんや。そうなんですよ。嬉しい。楽しみですよ、ね。いろんな話聞きたいですね。はい。はい、ということで、今日も頑張るあなたに愛をお届け。サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド。今日はこの曲でスタート。エスパで、ドリームズカムトゥルー。オフィスプレゼンツラブクラウド。この番組はサテライトオフィスの提供でお送りします。篠崎愛です。クラウドのことなら導入実績5万社以上のサテライトオフィスにお任せ。多様化するビジネス環境に合わせてクラウドに関する悩みをサポート解決。サテライトオフィス導入しましょう。クラウドのことならサテライトオフィス。サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド。ラブあげちゃいます。改めまして、篠崎愛とチュートリアル福田です。サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド。この番組は頑張るあなたに愛をお届けをテーマに、皆さんからのお悩み相談にお答えしたり、元気が出る曲をオンエアしていく番組です。さて、今週のお悩みですが、ラジオネームテレキャスさん。愛ちゃん、福田さん、こんばんは。私の悩みを解決してください。自分のやる気スイッチの見つけ方ってどうすればいいんでしょうか。やる気スイッチが見つからないんです。お二人はどうやってスイッチを押してますか？ということなんですけど。やる気スイッチ。やる気スイッチね。押してます？どうやって押してます？いや、押したことありますみたいに言うなよ。何やねん、その聞き方。あんた押したことあんのみたいな感じやったけど。いやいやいや。いや、でもその、まあ、押すさ、その、はい、時々によって、押さなあかん理由が変わってくるやん。その、なんか、クラブ活動でやる気で押すのか、うん、受験勉強で押すのかとか、うん、今やったらお仕事でもこのお仕事に向けて押すのかとかさ、うん、っていう、だから、押して
頑張れる時と押しても頑張れへん時あるもんね。ありますね、うん、はい、押したと思ったら押せてなかったみたいな。そうそう、あるあるあるそう、だから学生時代の受験とかの勉強の時は全然無理ですね。俺は勉強無理だわ。なんなんやろね、活字が入ってこない、もう全く全く勉強の場合本当に。え、国語が苦手やったの？国語苦手ですね、本当に。何が得意やったの？でも何も得意じゃない体育体育、そっか、うん、そやな、勉強はやれやれとも言われたし、やらなあかんなとも思ったけど、俺も全然あかんかったな、うん、でも英語はちゃんとやっといてよかったなと思う。確かにやっぱ喋れた方が絶対よかったなと思う。本当そうですよね、まあ、今からでも遅くはないんやけど、私そうですよね、昔、うん、英語道場っていう塾行ってたんですけど。英語道場だいぶ英語に特化した道場やな。で、ほんと最初マジで100点とか取ってたんですよ、英語道場で。どんどん下がってってやっぱついていけないんですよ。英語道場行き始めたらいくつぐらいな？それは、うん、もう小学生、もう早めの道場入りやかな。はい、道場入って、うん、あれ行きたいって言い出した、親が行ったらって。いや、もう代々うちの親族が行ってて。そんな代々あるの英語道場通ってて、うん、そうなんですよ。だから私の弟とかも通ってて、あ、もうじゃあ結構昔からそこではもう英語道場、英語といえば英語道場行くみたいなこと、なんかお世話になってて、まあ英語道場なんですけど、英語以外も教えてくれるんですけどね。ん？塾ってこと？まあ塾です、塾、英語道場という名の、英語道場という名の塾ね。はい、で、あだ名つけてくれるんですよ。で、私アニーっていうあだ名だったんですけど、その塾の塾っていうか道場の中ではアニーって呼ばれるっていう。あはは、館長が道場の館長がよし、お前は今日から兄だ。そうです、みんないろんなあだ名があって、英語道場やから基本的には外国の方のあだ名が多いの。そうです、みんなあだ名です。その時の友達、一緒に行ってた友達はキャロリン、キャロリンっていうあだ名でしたあ、それさあ、そういうあだ名ってさ、はい、もう無限に全部被ってないの？え、どうなんですかね。だからその代は、あ、兄はこの代の被ってないですけど、もちろん兄は愛ちゃんだけやけどみたいな。だってその次の代はもしかしたら兄いるかもしれないですよね。なくなってくるやん、そんないっぱい名前って。そうですよね、だから何代目かの兄かもしれないです。せえな、はい、もうミュージカルの話みたいな確かに何代目かの兄ですって言い出したミュージカルの話ではないんですけどね分かってますよそうね、でもやる気スイッチ、まあ、勉強に関してはやる気スイッチはちょっとなかなか入らなかったけど、俺も、まあ、お仕事は、うん、そうね、お仕事ですからね、入れないとですもんね。うん、でもなんかこう入れすぎて空回りして悪い方向に行く時もあるやん。あ、確かに、ちょうどいいスイッチ、そう、ね、なんか難しいよね。よし、これは今日は絶対結果出さなあかんとかさ、うん、絶対今日は評価されなあかんっていう時に限ってさ、確かに腕ブンブン振っていったら全然当たらへんみたいな、確かにっていう時もあるやん。ありますよね、うん、どうしたらいいの。まあなあ、でも、まあ、まあやらなあかんっていう気持ちを一応持ってるだけ、まあ偉いというか、うん、確かに、もうどうでもええわじゃないや、うん、まだそのなんとかしないとね、ここは頑張らないとっていうのがあるから、まあどっかで自分で見つけるとは思うんやけどな。モチベーションって何？そのさ、仕事を、例えば今やった仕事やけどさ、はい、何をモチベーションに今仕事をやってる？私は本当美味しいものを食べる。ああ、そのために美味しいものを食べるためにお仕事頑張って。はい。うん、食べたいから。ああ、なるほどな。好きな時に、うん、じゃあ例えば今日。なんかちょっと高級なもの食べたいって思った時に、うん、食べれるように。あ、そのために今お仕事を頑張ってる。はい、はい、うん、食べたいんだよ本当に。シンプルやな、うん、そんなだから、うんうん、普段からめっちゃ なんだろうすごい贅沢に生活してるわけではないんで、たまのたまのご褒美を、うん、そのケチらずにできるように、うん、っていうのはあるかも。なるほどね、はい、ああ、うん、で、なんかやりたいって、まあ、食べるに関わらず、うん、まあ、そのどっか行きたい、例えば旅行に行きたいってなった時に、うんうん、まあ、お金なくて
うわじゃあここ行きたいけど、うん、こっちのじゃあホテルにしようとかいうのが嫌なんですよ。せやな、確かにこの誰やら好きな人のライブ行きたいとか、あチケットけど高いし諦めようとか、そう、 そういうので諦めたくないから、うん、そうですね、うんうん、何のために 何をモチベーションに、モチベーション、はい、このラジオで言うと、うんうん、聞いてるリスナーの方が一人でも喜んでくれるようにっていうのがもうモチベーション。何なんですか？それだけ、それだけ、待ってよ、それだけの気持ちでやってる。私だってそう。いやずるいわ。ずるいわ。突如その方向転換。食のため言うてたよ。いやいやいや、ちょっと待ってよ。それだけ、それだけ、もう俺はもうそんな、もう何にもいらん。もうリスナーの皆さんがちょっとでも喜んでくれるっていうその気持ちだけ。何だけ。抜け駆け？何なの？はい、ということで、うん、テレキャスさんのやる気スイッチ、どっかどっかにあり、はい、ありますよ。きっとあるんで、うん、頑張って見つけてください。そう、ごめんね、ごめんね、こんな答えで。はい、応援してます。ファイトです。後ほどラブクラウド入国証をお送りします。ではここで一曲、ヒューイ・ルイス＆ザ・ニュース、パワー・オブ・ラブ。からの時間は世界各地で日本全国で頑張る人に愛をお届け、ラブプレイヤーズのコーナーです。このコーナーでは様々な分野で夢を追いかける人に注目、毎月一人の人物をフューチャーしていくのですが、今月は登山家のマリアさんにお話を伺います。スタジオにマリアさんをお迎えしております。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週は登山の魅力について伺います。マリアさんが登山にハマった理由って、大学生の頃に、はい、はい、南米の方に一人でバックパッカーをしてたんですけど、すごいな。で、先住民の村を順番に回っていくみたいなのをしてて、でその時たまたま、その現地の人に聞いた、山の上で面白い生贄の儀式をやってるって聞いて、それを見に行こうってなったんですけど。 何それすごい、生贄の儀式。生贄の儀式、まあ、実際はなんかその動物を生贄にとかじゃないんですけど、もう昔はやってたみたいなんですけど、今はなんかお花を備えて歌ってるみたいな。でそれを見に行こうと思って山の方に行ったら、本当は現地の人は簡単なルートから行けるんですけど、登山者だと思われてなんかすごい難しい道を案内されて、はいはい、進んでったら日本の登山道みたいに全く整備されてなくて、本当にただの山なんですよ。で道もわからないし地図もないし、うんうんうん、もう2時間ぐらい歩いてきちゃったから、ここ引き返すか、で山頂がどこにあるかわかんないけど、とりあえずもうちょっと進んでみるかみたいな感じで、それの時は一人で登ってんですか？一人で行ってます。その先住民の人と一緒にとかじゃなく て、その時もこっちだよって言われただけで一人で登ってて、怖ー、一人でよう生贄の儀式見に行こうと思いましたね。すごっ。なんとか山頂着いたんですけど、そっから帰る道ももう4時間歩いてきているから、ここを戻るのか、なんかその先住民の人たちも見当たらないしどうしようみたいになったんですけど、でぼーっとちょっと景色見てたら、下の方から声が聞こえてくるんですよ。なんかわーって、なんか誰かが 何十人がわー、なんか言ってるみたいな声が、うんうんうん、あれこれもしかして声たどっていったら着くんじゃないかと思って、うんうんうん、ずっと声がする方に向かって歩いていくんですよ。そしたらこう開けた場所で、その先住民の人たちがこうみんな歌をわーって歌いながら、こう花燃やして、山の結構それも綺麗な景色の場所で儀式だやってて、あここだ、うわでその光景、見つけたんだ。その光景もすごい感動的というか綺麗で、うわーっていう感じで、その時に感じたこのドキドキ感とかワクワクみたいなのが忘れられなくて、あそれで一気にそれで山に、そうですね、ハマったんですね。でもう一回行ったら、うわ楽しいってなっちゃって、すごっ。え、登山のどの時が一番楽しいですか？あの岩にへばりついてこう落ちたら死ぬかもみたいなとこ登ってる時も楽しい。そんなスリル感じてる時が一番楽しい。そんなスリル感じた後に頂上ついてものすごい絶景とか見た時もこうホッとする瞬間というか、それも楽しいって感じ。怖いな。すごいな。生きてるっていう実感が湧くんですかね。あ、それもあると思いますね。確かに。多分そんな、だって岩にへばりついて登るほどの山を登ってんですもんね。うん、え？
崖やもんね、ロッククライミングみたいなイメージやもんね。ロッククライミングみたいなところもあります。わかんなすぎて緩やかな道、うん、だいぶ歩いてたな私。そうか、すごい、すごいすごい。ちょっとじゃあ山聞きたいんですけど、初心者の私たちみたいな人たちが登るのにおすすめの山ってあるんですか？基本的には 1000m 以下の山で登った方がいいんですけど、私が大阪に今住んでるので。大阪に住んでるんですね、はい。大阪とかだと特に六甲山とかおすすめなんですけど。六甲山、六甲山知ってます？いやもちろん知ってるし、どちらかといったら車でドライブして夜景スポットみたいなイメージで。そうなんですね。自力で登るイメージ全くなかったけど。登るとめちゃめちゃ楽しいルートがいっぱいあるんですよ、六甲山。六甲山、はい、簡単だけどすごい面白いみたいな。いろんなルートがあるんですか？いろんなルートあります。そうなんだ。六甲山って自力で登れるんや登れます。多分山頂まで行かなくても、なんか途中になんか小さい山がたくさんあったりして、でそこ、そうなんですよ、六甲山もいろいろ、六甲山っていう山頂だけじゃないんですよ、いろいろ山頂があるんですよ、はい。じゃあ低めのところ低めのと目指して登ってた。 300m とかで川沿いを登ったりとか、ちょっとか初心者でも行ける簡単な岩場登れる場所とかあったりとか。じゃあ初心者は、初心者は六甲山を登るのがおすすめ、うん、そうですね。行ってみたくなったな、ちょっと。いや六甲山はもう元々すごい、まあ、関西ですごい有名な山やし、なんかいろいろあるのは牧場があったりとか、結構デートスポットとかですね。六甲山がね、いいですね。知らんもんやな。ねえ、うん。ではちょっとそろそろマリアさんとはお別れのお時間なんですけども、来週は一番好きな山について伺っていきます。はい、ラブプレイヤーズ、今日ご紹介したのは登山家のマリアさんでした。来週も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。せーの、サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド。ラブクラウドはふわふわもこもこ。篠崎愛です。クラウドってどうすればいいのとお悩みの皆さん、サテライトオフィスはクラウドコンピューティングに特化したサービスでビジネス支援を展開しています。メールやチャット、セキュリティ、ワークフロー、ファイルサーバーなどのクラウドに関するお悩みをサポート解決。あらゆるビジネス環境に最適なソリューションをご提案します。導入実績は5万社以上、安心してお任せください。サテライトオフィス導入しましょう。クラウドのことならサテライトオフィス。サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド。サテライトオフィスプレゼンツラブクラウド、そろそろお別れのお時間です。いや本当やる気スイッチのね、はい、そのお悩み受けましたけど、確かにもういい大人になってもどこにあるのかちょっとよく分かってないもんね。そうなんですよね。どこをしたらやる気スイッチが発動するのかって。本当に私も見つけたい、それはな。本当あのなんかやる気ある時とない時の差がすっごいんですけど、すっごいありそうやな。すっごいんですよ。やる気ない時なかなかすごそうやな。本当にやばいです。どうしてんのそれでも。まあやらなあかんやん。はい、泣きながらやります。いや辛い、周りが辛いわそれ泣きながらやられてる。本当にでもそれぐらい差がすごいんですよ。でも本当にやる気スイッチ入った時は本当すごいです。うんうんうん、そっか。そっちもすごい。そうか、だからそこをうまくこうバランス取れて、そうなんですよね、いけるようになったらいいんやけどね。だから本当自分でスイッチオンオフできるならしたいから、うんうん、私も見つけたい、ね、探してる、うん、なんかどっかで見つかったら報告しよう。そうですね、リスナーの皆さんに、はい、うん、見つかったら報告します、はい。この番組ではリスナーの皆様からのお悩みを募集しています。メッセージは番組公式ホームページに送ってください。メッセージが採用された方にはラブクラウド入国証を発行します。というわけで来週も金曜日の夜7時半にお会いしましょう。ここまでのお時間は篠崎愛とチュートリアル福田がお届けしました。バイバイ。バイバイ。桜井とオフィスプレゼンツラブクラウド。
この番組はサテライトオフィスの提供でお送りしました。